今回は ZRV レイバック CX5 ラブ4を一気に比較してみてやっていきたいと思います。サイズ、最小回転半径、燃費、外装、内装、ADAS ナビ、メーター、快適装備、納期という感じでいつも通りやっていきたいと思います。サイズ、こんな感じで、一番全長、全高がコンパク、全長がコンパクトなのは、青、ZRV と。で、一番全長が長いのが、レイバックということで、赤。で、全幅は逆にレイバックの方がコンパクトだったりとか。で、全高に関してもレイバックが一番低くて、全幅が一番大きいのがラブ4と。で、全高が一番高いのは CX5。で、一番重たいのが CX5。一番軽いのが ZRV ということで、もうなんか、消していきましょう。なんか昔の NHK の天気予報見てくね。最近ああいうのやってんのかな？ NHK 見なくなっちゃったから、テレビ見てないからな、最近。で、最小回転半径。5.5、5.4、5.5、5.7と、一番小回りが効くのがレイバック。で、一番小回りが効かないのがラブ4ということで。まあ、ただラブ4も安いグレードとかだとホイールがインチキダウンされるので、もうちょっと小回り効きますけど、上位グレードで価格とかを合わせた時には、まあ、そうなるよと。で、燃費ですよね。ここ問題と。いうことで、13.9、13.6、13.0、15.2ということで、それぞれね、パワートラインが違います。で、全部ガソリン4駆ですけど、ZRV は 1.5 リッターの VTEC ターボエンジン。確か4発。で、レイバックに関しては1.8リッターのボクサーターボエンジン。これ4発ですね。で、CX5 がこれスポーツアピアランス持ってきたので、2.5リッターの NA エンジンと。一番排気量がでかいのが CX5 と。で、ラブ4は2リッターのダイナミックホースエンジンの NA ということで、まあ、レイバックがちょっとパワー強めなのかな？ NA 換算すると。まあ、2.34リッターぐらいの感じはあるのかな？で、多分 ZRV のターボがだいたい2リッターぐらいの出力が出るんじゃないかなと。いうところですけど、まあ、それを考えると、まあ、燃費も CX5 の方が一番パワーがあるっていうことになるんで、まあ悪くて当然で、ラブ4はさすがトヨタ燃費めちゃくちゃいいなというところで、エクステリアですよね。ここは ZRV かなと。で、CX5。で、レイバック、ラブ4という順かな。で、レイバックとラブ4はですね、リアのウィンカーが豆球と。ただし、レイバックではバックランプが LED と。ただ片側しかないけどね、みたいな。片側はリアフォグになってるよと。いうところ、バックランプはラブ4は豆球です。ラブ4はね、バックランプも豆だったりとか、レイバックはデイライトがオプションとか、そういうところのちょっと不満が多いと、エクステリアに関しては。で、 CX5 は施錠がボタン式だったりとか、で、 ZRV は鍵穴が隠れたりとか、デイライトがオプション扱いとかないとかね、そもそもついてないとかね、そういう豆球が多いとか、そういうところの不満が一切ないと。フル LED だし、デイライトもあるし、鍵穴も隠れるし、施錠もセンサー式だし、マフラーがダミーとかそんなこともないし、特に不満がないですね。見た目に関しては。まあ、賛否両論はあるけど、あれ別に俺かっこいいと思うけどね。内装ですよね。内装。これは、引き分けとさせてください。どれもいいというところですね。細かいところは違うけど、まあ、どれもいいと。で、どれも、フロントのルームランプとか LED ですね。ラブ4が確か後ろ側とかが一部豆球だったりとかしましたけど、見栄えとかも別に悪くないし、まあ ZRV とレイバックがいい点としてはアンビエントライトがあると、ラブ4と CX5 に関してはちょっと未確認ということで、そこは評価に含めてないですけど、少なくとも ZRV とレイバックあります。まあレヴォーグにありましたから、レイバックにもあって当然だと思いますよ。アンビエントライト。ということで、内装に関しては、特に文句は、まあ、ラブ4がね、多少、リアのルームランプが豆球だってぐらいで、それ以外では特に不満もないかな、というとこですね。じゃあ、運転支援、安全装備。これは、やっぱ差が出ちゃってます。そう。
面目躍如レイバックということで、見た目とかはね、燃費とかは悪かったけど、レイバック優秀ですよ、ADASね。もちろん残念な点として、フロントのセンサーがないとか、あとレーダーがないんで、悪天候時に弱いっていうのはアイサイトの弱点としてあるんですけど、フロントクロストラフィックアラートもあるし、アイサイト X でレーンチェンジアシストとか、高速道路で時速50キロ未満においてのハンズオフやっちゃえスバルごっこの機能もついてるし、まあ、ADASに関しては結構ハンズオフまでできると。で、360度カメラももちろんついてる。まあ、他のね、ZRV とか CX5 とかラブ4もありますけどね。で、ZRV はね、オートホールドにメモリー機能がついてると。で、ラブ4が惜しいのがですね、アダプティブハイビームがないんですよね。ALH ないんですよ。そう、これ、昨今ルークスとかね、デリカミニとか、あのあたりにもついてるのに、ラブ4はないと。で、イヤリクロにはオプションってあるんですけど、ラブ4はないんですよね。PHEV 買ってもつかないみたい。うん。プリウスだとね、PHEV 限定ですけどね。あれもどうなのかなって思うけどね。うん。まあ、ハリア買ってくれってことなのかもしんないけど、ただ、ヤリクロについてるの考えると、カロクロとかラブ4にもついててほしいなっていうのは、個人の感想ですけど、まあ、そうなるよなっていう。で、ナビとかメーター、インフォテインメント周り、これもやっぱさすがスバル、レイバックと。で、もう、で、正直言って、ナビはどれ買っても不満があります、はい。CX5 もタッチパネルに対応してないから、理想としてはクルクルコマンダーとか物理ボタンもタッチパネルも両方用意してあるみたいな。で、昔のマツコネとか BMW の iDrive7 までとかは結構理想系ですよね。あと、レクサスの本当 RX の後期型、先代の後期型みたいにタッチコマンドみたいなのと、あ、リモートタッチか、リモートタッチとタッチパネルと両方ついてるみたいな。で、レイバックもなんか液晶の中に全部いろいろエアコンとかが集約されてて、そこら辺の操作性が不満だったりとか、あと精度がね若干怪しくて、遠回りなルートを案内するときとかがあるっていうスバルの弱点みたいですけど、なんかゴミさんとかも言ってたけどね、若干ルートガイドがっていうところは言ってた。で、ラブ4もまあ割り込み表示で到着予想を隠しちゃったりとか、エネルギーフロア今回関係ないですけど、なんか四駆の作動状況がミニ四駆みたいなやつだったりとかで、オーディオの選択画面でショートカット消しちゃったりとか。で、ZRV も、まあ、GPS が狂いやすいとかって、結構どのナビもちょっと不満が多いと。でもその辺は日産とか鈴木とかはね、結構優秀なナビをどのメーカーも、三菱と日産と鈴木ぐらいですよ。優秀なの提供してるのは。で、ただ、メーターでやっぱ差がつきましたね。レイバックは地図が表示できるし、カープレイの地図まで表示できると。こっちを表示したら、こっちの地図がデジタルコックピットにも表示できると。で、ブレーキインジゲーターとかタコメーターとかも出るし、ADASのね、アイサイト X の情報とかも出るし、水温計とかね、そういったものも出せると。で、高速道路のパネル表示とかも出せるんで、もうメーターに関しては文句がないですね。うん。で、ZRV とか LAV4 ではフル液晶メーター採用されてるけど、地図表示はできない。ブレーキインジゲーターはあるけどね、みたいな。CX5 はまあそもそも年式が古いんで、メーターの情報量に関しては少ないよと、フル液晶メーターでもないしね、みたいなとこなんで、まあ、この辺はね、やっぱ年式とか差がついちゃった部分かなと思います。じゃあ快適装備ね。これは CX5 と LAV4 かなと。で、レイバックはですね、オッドキャストが使えなかったりとか、ステアリングヒーターがないと、まあ、その代わり静電容量式のステアリングだったりとかあると。で、あとラブ4は助手席のパワーシートとかリアのシートヒーターがないっていうのあるんだけど、ラブ4が逆転してるところとしてはベンチレーションがついてる。これ CX5 もついてる。あとやっぱ人工知能とか内蔵ドライブレコーダーとかデジタルミラーとかその辺の装備が充実してるのはいいですよね。で、レイバックではハーマンカードのスピーカーがあったりとかもありますけど、まあ、全体的に見ると CX5 もラブ4も結構充実してると。で、 CX5 がいい点としてはヘッドアップディスプレイがついてるというところと、これヘッドアップね、スバルとかホンダさん結構消極的なんで、なんでスバルさんはつけないんですかね、一向にっていうところなんですけど、あと人工知能もスバルとホンダは遅れてる部分ですね。マツダも最近アレクサを採用したりとか、日産とかもね人工知能がついてたりとか、トヨタもヘイトヨタとかヘイレクサスありますけど、スバルとホンダはそこが遅れてる。まあ、ホンダは最近シビックとかね、アコードとかで、Google のオペレーションシステム採用されてるんで、人工知能に関してはもう文句ないと。
そこがねスバルが遅れてるんですよね。だからヘイスバルみたいなのがないんで AVH の発車の儀式とかもボイスコントロールでできないと。だから物理ボタンで用意しないでメモリー機能もつけないのであればせめてボイスコントロールでヘイスバルオートビークルホールドオンにしてみたいな、そういうのでできるんだったら代替手段としていいんですけど、そのボイスコマンドがついてないっていうのはかなり弱点になるんじゃないかなと。で納期がねこんな感じだよということで、ご視聴ありがとうございました。